時間からスタンバイしてくれてありがとうございます。午後のトップバッターのご紹介です。栃木県大田原市から来てくれました陽一くんです。それでは皆さん拍手でお迎えください。陽一くんお願いします。皆さんこんにちは。栃木県大田原市からやってまいりました陽一くんです。これから陽一くんのステージを始めさせていただきたいと思うんですが、その前にですねお客さんにちょっとお伺いしたいことがあるんですが、陽一くんのこと知ってるっていう方手を挙げてください。はい、ありがとうございます。はい、たくさんの方手を挙げていただいてありがとうございます。でも陽一くんちょっともうちょっと知名度を上げたいところかな、ね、はい、というわけで今日はですね、陽一くんのオリジナルソング平成陽一くんという曲を用意して、しましたので、そちらの披露をさせていただきたいと思います。でこの曲なんですが、大田原ふるさと大使の清水博隆さんが、作詞作曲した曲で、ダンスの振り付けがですね元体操のお姉さんの伊藤真由さんに振り付けをしていただいた、ダンスとなっております。非常に覚えやすいダンスとなっておりますので、動ける方はぜひ一緒に踊っていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。じゃあダンスの前にですね、簡単に振り付けを、動きやすいところですね、サビの部分の振り付けを陽一くんと一緒にやりたいと思いますので、ぜひ踊れる方、お立ちになって踊っていただけたらと思います。サビの部分なんですが、平成陽一くんで平成で両手を前に出します。それから陽一くんで弓を引いて、いきます。それから、手を4回回します。1、2、3、4。ちょっと陽一くんには分かりづらい部分もあると思いますので、私の方でちょっと簡単に。陽一くん落ち込んじゃった。陽一くんこれからフルでね、踊ってもらうから体力温存して元気に披露しようね。じゃあもう一度、簡単に説明したいと思いますが、ヘイゼイ、陽一くんですね、弓を引いている。そしたら、手を4回1、2、3、4。こういった部分が、たくさん出てきますので、ぜひ踊れる方は一緒にお願いします。じゃあ陽一くん準備はいいかな。はい、それでは曲の方お願いします。
はい、ありがとうございました。お、今の曲がですねフルバージョンになっておりまして、実際はもうちょっと短いショートバージョンもありますので、こちら YouTube に、アップされておりますので、ぜひ覚えてですね、次回のイベント等で一緒に踊っていただけたらと思いますので、よろしくお願いします。よちくん今日暑いけど大丈夫かな。あ、元気いっぱいよいちくん。それではですね、よいちくんといえばこの技をやらずには帰れないということでですね、一夜必中の扇の的当てを披露させていただきたいと思います。じゃちょっと準備させていただきます。はい、それではですね、準備が整いましたので早速、一夜必中扇の的当てをさせていただきたいと思います。それでは準備はいいかな、よいちくん。準備はいいかな。さあどうだどうだ。はい、ありがとうございます。見事一夜で抜きました。この一夜必中にあやかってですね、よいちくんと握手をすると、宝くじが当たるとか受験に合格したですとか、そういった声もいただいておりますので、ぜひよいちくんと握手をして、皆さん帰ってください。よいちくんですね、あちら あのイベントブースの、はい、あちらの大田原のブースの方にですね、いますので、ぜひ皆さんお越しください。最後なんですが、この暑い夏にぴったりのよいちくんの新製品を、大田原市のブースの方で準備しております。新商品はですね、タオルと扇子それぞれ扱っておりまして、すでにハンドタオルは残りわずかとなっております。お求めの方は早めにお越しいただきたいと思います。それでは、大田原市のステージこれで終わりにさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。すごいね、腰の低い方ですね。はい、バイバイ。はい、ありがとうございました。ゆうじくん、じゃあ今日と明日のステージがうまくいくように私も握手をさせていただいていいですか。はい、ありがとうございます。皆さんもぜひですね、ゆうじくんと握手ができる大井川親水公園も足を運んでください。栃木県